さあ、闇のゲームの始まりです。キラーボーイから逃れつつ、5つの発電機を直していきます。ゲームとは互いの心理が暴き合い、目には優の手札がすべて見えています。闇のゲームのおしまいです。というんだから聞きません。今度はバレないように行きましょう。逃げかくれんぼゲーム、おっと味方ボーイ、一緒に行きましょう。お願い、一緒に行きましょう。いない、こっそり行きましょう。バレないように静かに行きます。ああ、バレてません。バレてない、バレてない、バレてません。やめて、トゥーンだから聞きません。やめてください。暴力はいけません。ガンジーも言ってました。ガンジー知ってますか？見てますか？ガンジー、この円から出たら負けです。ここが私たちの土俵際。相撲というのは確かに1キロ増えれば増えた分だけ有利になる競技です。しかしそれだけでは勝負は決まりません。その筋肉に溺れすぎて技術を高めることを誤りました。しかし恥じることはありません。ヒューが弱いのではなく、ミーの才能が上回ったら来ないでください。やめましょう。ドゥー、お願いです、やめましょう。もっと草を刈ってるだけかもしれませんね。一緒に草を刈りましょう。地球温暖化を防ぎましょう。すごい助走でもう草を刈ろうぜという、草を刈ろうぜという気迫。一緒に、バレてませんよ。これは、これはバレてません。ああ、うわ、バレてませんよ。あ、自分の罠にかかってます。かわいらしい。板の前に罠を置く、確かに言うことはありますが、ミニは聞きません。なぜならミニ、あ、どうもマインドスキャン。ミーには U の手裏がすべて見えています。だからやめてください。こんな顔でしたか、ミーは。ミーの顔はこんな顔だったんですね。これは痛いですよ、皆さん。これは痛い。気持ちが分かりますか、皆さんに。分からないでしょうね、ミーの痛みは。こんな髪型でしたか、ミーは。教えてください。なん、あ、マインドスキャン。おう、ミーにはキラーの位置がすべて見えています。見えなくなりました。おー、味方ボーイがやられています。なぜ我々がこんな戦いをしているのか疑問に思う方も多いでしょう。ふざけているのかと。しかしふざけてなんかいません。命以上に大事なものがあるからです。命以上に大事なもの、それは何ですか？ありがとうボーイ。見えるけど見えないものってわかりますか？ああ、ありがとう。来てるか？来てる。おお、やめてー！人殺し！お前がおとりになる、お前が。No! 騙されましたね。ミーのおとり作戦に体を徹して味方を助けるルーはミーの策謀にはまりました。おーい、次は魔族に生まれますようにボーイ。なんでこんなに見つかるんでしょうね。発電機を直していきます。ミレニアム前の力で発電機がミューやめてください。お遊戯ボーイ、今の遊戯ボーイですね。これは確実な遊戯ボーイ。そういえばミーはかつて遊戯ボーイのおじいちゃんの魂をビデオに閉じ込めたことがありまして、そんなことしちゃいけません。人の魂をビデオに閉じ込める、絶対ダメ。どうもは魂泥棒というやつです。ミレニアム愛の力で家には敵の道が全て分かっています。左から来ますよ皆さん、左からビーボーイ。遊戯ボーイがキラーをやってるとは。白も言ってました。型を持ち型にこだわらない。ヒットからはデュエルの最中に相手をぶん殴る気でしょうね。おやめてください。それな飛び道具が禁止です。命を助けるための命を助けてください。ミーノやめてこないでね。これはしかしおーっと逃げ出しましたか。戦いには腕力以外にもさまざまな要素が求められます。この程度で逃げ出すようではやはり到底目には勝てないでしょう。遊戯ボーイ、さあ発電機を直して治りました。こういうゲームです。皆さんこういうゲームなんですよ。発電機を直すゲームなんです。 ありがとうボーイ。見えるけど見えないものってわかる？もう今日はずっと怪我をしたままです。でも若菜も言ってました。土俵の怪我は土俵の寸胴で直していく。怪我をするために休んでいたのでは真の勝負師にはなれません。私も相撲を取るためには勝負師に。さあ後ろを取りましたよ。今復讐してやるからな。間違って糸を出したのでやめてください。はい、友達にその技ずるくないですか。遠距離攻撃はこのゲーム禁止では。しかし技に溺れてボーイ、技溺れにきボーイ。いやデビルバットゴースト、デビルバットゴーストボーイ。さあこれは助かったか助かってないか。助かりました。助かってないボーイ。おいストーカーかこいつ。見てツイッターとか全部見てるんでしょうねきっと。私遊戯ボーイ、あなたの後ろにいるのボーイ。やめましょう。鍛えた体以外の何者かに頼りを置く、そんな少年が技を曇らせるのです。おっと頭が見えていますよ遊戯ボーイ。かぶり物なんかしてるからです。ミニは U の位置が全て見えています。やめてください。その技は私には聞きません。デブラッドゴースト。わかりました。やめましょう。殺し合いというのはやめて、どっちがバイオハザードのタイトルコールをかっこよく言えるから勝負しましょう。メーカーいきますよ。バイオハザード。さあ、ユーのターンでーす。遊戯ボーイ、Yugi boy. Yugi boy. Yugi boy. Yugi. Yugi boy. 勝負には勝ちました。試合に負けて勝負に勝った。何ですかこれは。クジャクマイがやられてたなんかみたいですね。クジャクマイがやられてたなんかボーイからもう二度とバイオハザードのタイトルコールはできない体でしょうね。もうペガサスさんに負けちゃったからバイオハザードのタイトルコールはもうできないやって、どんなに飲み会で求められても乾杯の時にバイオハザードでタイトルコールしようとしてももうできない体に。おー優しいボーイ、見えるけど見えないものって知ってるボーイ、ありがとうありがとう、あせめてちょっとごめん、せめて窓際がいいボーイ、やれ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 だぜボーイ、おっとやめましょう、ヒューに任せますよそこは。あどうよく見たら遊戯ボーイですらないんじゃないかこれは。おいいや三角コーンとんがりコーン、大人のとんがりコーンのかぶり方してますね。あやめましょう。あ痛いですよこれは皆さん。え何ですか、おやめてください、やめてください、それはそもそもなしというお話だったはず。飛び道具は禁止されてますよ。はい、これはもうミーは生かさないぞという強い意志、漆黒の意志を感じますね。なるほど、ミーはここで命を落とします。しかしそれを肩にキラーボーイは命の大切さ、生きることの尊さを再び学んだんでしょう。彼はこのゲームが終わった後、電話をかけて母にこう言うでしょう。お母ちゃんボーイ、産んでくれてありがとうボーイ。そして母はこう答えるのです。息子ボーイ、生まれてきてくれてありがとうボーイ。ボボボボボボーイ。それも